ああ、毎日 T シャツばっかりでちょっと飽きてきたよな。こいつ上級者だなって一発で思われるアイテムってないのかなと思ってるそこのあなた、自由がまたやってくれました。これ多分在庫少ないから急いだ方がいいと思います。ユーティリティベストです。はい、というわけで今日は GU のユーティリティベスト2990円を紹介させていただきます。まあなんか釣り人みたいなアウトドアみたいなベストなんですけど、これぶっちゃけホームページで見るとこんなもん買うやついんのかなとか、これどうやって使うんだとか謎に思う人もいると思うんですけれど、実はここ数年こういったユーティリティベストとかフィッシングベストはメンズの大きなトレンドとなりつつあります。で、まだまだ一般認知度は低いと思うんですけれど、中目黒のあたり歩いてると結構着てるお兄ちゃんがいっぱいいるので、かっこいいなと思うんですけど、ただやっぱりブランドもののフィッシングベストだったりとか、まあアウトドアブランドのものでもデザイナーズブランドのものでも一緒ですけど、やっぱちょっと値段しちゃうんですね。で、古着とかでも展開いっぱいあるんですけど、まあどれがサイズ感自分に合うのかとか結構見つけるの難しいですよね、古着の場合は。そこで GU がやってくれました。ただこれ多分ですけどそんなにいっぱい作ってないと思うんですよ。なのでこれ見て気になったらなるべく早くチェックした方がいいと思います。で、今回のユーティリティベストポイント3つに分けて紹介させていただきます。ポイント1つ目、いつもの T シャツがあっという間に生まれ変わる。もうフィッシングベストとかこういったユーティリティベストの特徴ってこの1点に実は尽きると思います。いつも着てる T シャツが全然印象変わるんですよ。で、これ動画でやるとちょっと分かりにくいかもしれないんですが、リアルに自分で着てみるとかなり納得感あるのでぜひ試していただきたいんですけど、こんな感じで、これ動画だとどこまで伝わるかちょっとわからないんですけれども、まああのいつもの T シャツがですね、こうやってベストを重ねることでちょっとおしゃれっぽくなるんですね。組み合わせ難しいかもしれないんですけど、こういうユーティリティベストとかフィッシングベストのポイントはたった一つです。同じ色で合わせてしまえば全然悪目立ちしません。これがね、逆に白の T シャツに黒のフィッシングベストとか、白の T シャツにデニム素材のフィッシングベストとかを使ってしまうと、結構普通にこれから釣りに行く人みたいに見えちゃうんで、あ、MP さんこれから釣りですかみたいな山登りですかみたいな感じに見られてしまうことも往々にあるので、なのでそれを避けるためにフィッシングベスト、ユーティリティベスト初心者は同じ色で合わせるっていうことだけ忘れないでください。で、これ動画で見てるとどうしても動画ってなかなかこの細かいところが見えにくいと思うんですよね。光の関係とかもあるし、モニターの問題もあると思うんですけれども、あんまり変わんないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、ぜひ GU に行って同じ色の T シャツと重ねて試してみてください。いつも着てる黒 T シャツがなんか地味な印象がなくなってブランド物っぽい印象になるんですよ。ぜひ試してみてください。この本当にね、いつも着てる T シャツの印象がガラッと変わるっていう意味ですごい汎用性高いと思います。で、ポイント2つ目なんですけれども、バッグはもういらない、手ぶらで歩ける長収納というのがベストのいいところだと思います。これとにかくですね、もともとアウトドア用のアイテムですから、ガン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 物が入るんですよ。で、結構大きめのポケットもあるので、財布を入れて、携帯入れて、メガネ入れて、目薬入れて、まあただ吸う人はタバコを入れたりとか電子タバコを入れたりとか、結構いろんなものが入ります。僕大体持ち歩いてるのこの2つなんですけれども、まああとスマホはポケットの中に入れるからいい、あのパンツのポケットの中に入れるからいいんだけど、スマホとお財布と小物入れみたいなのを持ってるんですね。この小物入れの中には、ポータブルの充電器と、あとは目薬、それとサンダルとか履く夏場だと絆創膏を入れてたりします。と、あとこのリップですね、リップクリームを入れてることが多いんですけど、これが入っちゃえば僕は基本的に普通に普段生活できるんですが、例えば、こっちに入るかな、あ、入る、全然入る。こう結構大きいんですけど、このぐらいのサイズのもの、目薬とリップクリームと絆創膏が入ってるんですけど、これがちっちゃいポケットにスルッと入ります。で、お財布、これ自分で作ったお財布で、ファクトタムとのコラボレーションで作った自分のオリジナルの財布なんですけど、これもこっち側に余裕で入ります。スポッと入りますね。で、まあスマホは僕パンツのポケットによく入れるんですけど、まあ入れたかったらこの胸のポケットにも入りますし、まあ、どこでもいいと思うんですけど、この辺とかでも入るかな、あ、一応入りますね。ここも入るかな、
あ、はいはい、ぴったりだ。ここ、ここに入りますね。今ここ、小物入れの隣にミニポケットがあるんですけど、これがスマホのサイズぴったりですね。考えられてますね。だから今、僕考えられる、必要な荷物入れてるんですけど、もちろんパソコンとかをね、入れる余裕はないですけど、ただ、軽い荷物だったらこんな感じですっぽり入っちゃって、もうバッグいらないで歩けるので、めちゃめちゃ便利です。特に夏場は正直バッグ持ちたくないじゃないですか。なんかこう、ね、薄着の T シャツスタイルで大きいバッグ持つのもなんかちょっと嫌だなって思う人もいるでしょうし、何より夏って活動的なんで、なんか手ぶらで歩きたいじゃないですか。暑いからコーヒーとかその場で買って飲むかもしれないから、手をね、埋めたくないでしょうし、バッグで手を埋めたくないでしょうし、アイスコーヒーとか持ったりとか、なんか持ったりとかするわけじゃないですか、夏ってね、活動的だからこそ。扇風機持ってる女の子っているしさ。なので、バッグ持ちたくないっていうのが夏多分共通する思いだとは思うので、まあもちろんバッグ持ってあげた方がおしゃれに見えたりもするんですけれども、あくまで機能的なところから考えると、手ぶらで歩けるって結構嬉しくないですか？なので、ポイント二つ目としては、バッグはもういらない。手ぶらで歩ける超収納っていうところを挙げさせていただきました。そして最後ポイント3つ目なんですけど、これでも夏だけで使うのに、重ねて夏だけで使うのにこの値段はちょっと高いんじゃないかって思う人もいると思うんですよね。ちなみにこれ結構薄手になってるので、 T シャツに重ねても別にこう暑苦しい感じは全然ないです。通気性もいい薄い素材使ってるので、全くこう気にならずにですね、防寒性っていう意味では大丈夫だと思います。防寒性というか暑いっていうところはないと思います。で、これ夏の重ね着のためだけに2990円払うの嫌だって思うかもしれないんですけど、これ大丈夫です。例えば秋のシャツの上に重ねるとか、こういうシンプルなシャツにね、こうやってシンプルなシャツにベスト重ねて、ちょっと個性的なシャツにしてもいいわけですし、なんかかっこよくないですか？こういうレイヤードのスタイルって。でも同色なんで割れ目立ちもしませんしね。で、もっと言うとこういうパーカーとかに合わせるのも全然ありだと思います。ベストを重ねて、まあ秋口に普通のシンプルなユニクロのパーカーとかをユーティリティベスト、フィッシングベストで全然違うものに見せる、ブランドものに見せるみたいなこともできますよね。ほら、こんな感じでパーカーに重ねても全然ありですね。なので、決してこれ夏だけに限ったものではないので、春とか秋とかにも使えますし、僕は去年とかは冬場のコートの上にユーティリティベスト、フィッシングベストを重ねて使っていたので、全然季節問わずに使えますので、それ考えると3000円でバッグが必要なくなる。で、無地 T シャツの味付けになる。それどころか無地シャツとかパーカーとかアウターの味付けにもなるって考えると、実はめちゃくちゃコスパいいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。で、コーディネートなんですけれども、コーディネートは基本的に何でもいいと思います。まあ、無地の T シャツにプラスするとか、無地のシャツにプラスするっていうだけなので、どちらかというとトップスのデザインをちょっと変えてあげるっていうだけの話なので、あんまりこうコーディネートとかは迷わなくてもいいと思います。で、サイズなんですけれども、僕は175センチ、65キロで、こちら L サイズを選んでます。あんまり無駄に大きくしてサイズアップにするとか、サイズダウンするとかっていう考えを持たなくて全然大丈夫だと思います。いつも通りのサイズを選んであげればいいと思います。僕175センチ65キロで、ユニクロ GU だと普段から L サイズを選ぶので、普段のサイズと合わせてあげるのが一番いいかなというふうに思うので、参考にしてみてください。で、繰り返す通り、このベストデメリットなんですけど、注意点なんですけど、同色じゃないと釣り人みたいになっちゃうので、まあもちろん同色じゃない合わせでもおしゃれに見せることはできるんですけれども、合わせに自信がない方はあまりやらない方が無難です。基本的には一番初めは同色、黒だったら黒と合わせるっていうところを意識してやってあげると、悪目立ちしないで釣り人に見えずに済むので試してみてください。はい、そんな感じで今日は GU のユーティリティベスト2990円、実はこれめちゃめちゃお得なアイテムだと思うので、気づく人が少ないうちにぜひ概要欄の方に書いておきますので、気になる人は早めにゲットしてみてください。はい、というわけで、MB チャンネル今日はここまでなんですけど、僕はメルマガ毎週やっております。毎週日曜日に5万文字の文章量でメルマガをやっており、月間にして20万文字ですね。20万文字だから小説3冊とか4冊分ぐらいありますけれども、大量の文字数でですね、ファッションの歴史だったりとか文化だったりとかについて発信しております。学びたい人はぜひ登録してみてください。それ以外にもビジネスの話だったりとか、まあ、経営の話なども触れてますので、興味があったらぜひ登録してみてください。初月無料なので、気軽な気持ちで登録してもらって、ちょっと違うなと思ったらその月の中で解約してあげればお金かからないので、ぜひ活用してみてください。
では今日はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。エミリーでした。バイバイ。